皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日はですね、オリジナルの T シャツロンティーパーカーを作りにプリント工場にやってきました。今回は前回のデニム工場に引き続き、オリジナルの T シャツロンティーパーカーを作る機会をいただきました。早朝朝こち起きでやってまいりました。なのでまだ顔が寝起きですで、前もってあらかじめデザインを考えてきました。この動画を最後まで見てくださった方にはいいお知らせがあります。最後まで見てくださいということで、早速プリント工場の中に行きたいと思います。レッツゴー。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ T シャツの用意を。はい。はい。それではまず T シャツから作っていきます。最初に台にこれを着せるみたいなので着せていきます。中心にね。はい。中心に。こちらが今回私がデザインした T シャツにプリントするロゴです。これをまず T シャツの上に載せるそうです。セッティングで、この上にインクを乗せて吸ったらプリントができるそうです。ちょっと今からちょっとだけ練習したいと思います。それでは本番に行きたいと思います。ちょっと緊張してきた、本番。じゃあ行きますよ。こうやって作って乗せて斜め45度で中央に力を入れながら、さあ、よいしょ、もう一回、さあ、さて、いったのでしょうか。はい、あ、できてる、セーフ。ほら、イメージできますか。イエーイ、嬉しい。これ乾かせば大丈夫ってことですか。あんまり動かしてそう、ベチャッとかなったら動かしちゃうとか、じゃらーん、キラキラキラー今 T シャツは乾かし中です。次はロンティーを作りたいと思います。ロンティーはグリーンとホワイトです。ロンティーは前と後ろにプリントしていきます。最初は前から。はい、わー、できてる。手の先、これですね、この角度ぐらいですね。で、エッジを効かせて、いい感じですね。たくさんの色があります。でもなんか素材によってもそのつけるインクが変わるらしくて、見渡す限りインクです。ここはいっぱいあります。すごいですよね、ちょっとの調整で変わるから。それでは最後のパーカーを刷りたいと思います。はい、もう一回。はい、どうでしょうか。あー、いい感じじゃないですか。それではこちらの機械で熱処理をしていきます。150度で2分ぐらい固めるそうです。そしたらこれの中に通るとこれが固まって洗濯しても落ちない、洗濯しても落ちないようになります。やってみます。はい、こんな感じで。さようなら、いってらっしゃい。じゃじゃじゃーん、完成しました。イエーイ。それでは早速この出来たてほやほやの私オリジナル T シャツから着てみたいと思います。完成しました。どうですか、着てみました。どうですか。ジャケットの下に着る T シャツが欲しくて自分でデザインしています。お
スクリームに夢中。素敵だよね。はい、チェンジしました。ロンティーどうですか？バックプリントはこんな感じなんです。これはサンフラワーって書いてます。ヒニムカアオイと書いてひまわりなので、このサンフラワーを入れて。ブルーミング。花は咲いているっていうのは、海外に向かってひまわりが咲いていますよっていう意味があります。じゃじゃん、パーカーに着替えました。こんな感じ。これは前から見るとシンプルで、一見無地って思いつつも、振り返ると、ヘビーが隠れているっていう感じで、これはコートとかに合わせても可愛いと思うし、普通に今だったら秋これで1枚で着ても可愛いかなと思います。で、ここでお知らせがあります。今日ここでですね、 T シャツとロンティーとパーカーを作ったんですけど、それをなんと YouTube チャンネル登録5万人記念として3名の方にプレゼントしたいと思います。ですね、そのために、2色ずつ作りました。白とグレー、グリーンと白、白と黒で作ったんですけど、T シャツはグレー、ロンティーはグリーン、パーカーはブラックを各1名ずつプレゼントしたいと思います。で、このアイテムたちは私が作ってみたくてこうデザインしただけなので、店頭に並ぶこととかはありません。ただなので世界で一つです。応募方法はですね、まずこの動画にコメントでアイテムの希望をコメントしてください。 T シャツが欲しい方は T シャツ希望、ロンティーが欲しい方はロンティー希望、パーカーが欲しい方はパーカー希望と記入してください。で、その後にこちらの動画の概要欄に URL が貼ってありますので、その URL に飛んでアドレス、アイテムの希望、例えば T シャツ希望だったら T シャツ希望を、で、その後にコメントしてくださった、アカウント名を書いて送信してください。で、この2つが完了してないと応募が完了ではないので、コメントだけしてその URL を記入してないと抽選ができなくなるので、間違えないように両方してください。その中から、応募してくださった中のから私が抽選をして、3名選ばせていただきます。みんなよかったら応募してくださいね。待ってますよ。今日は貴重な体験をさせていただいてありがとうございました。すごいいい経験ができました。意外と難しくて力加減が、いや、センスありますよ。いや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 、でもすごい自分でやって早くその出来上がった T シャツ以外も着てみたいなと思います。たくさんの方が協力してプリントをさせてくださいました。本当にありがとうございました。こそまた遊びに来てください。ありがとうございます。プリントしたくなったらぜひ、はい、伺わせていただきます、はい、ということでプリント工場でした。皆さんよかったら応募してくださいね。待ってるよ。バイバーイ、はい、バイバーイ